界フィギュアスケート選手権の開幕を控えた3月20日、男子シングルの友野一希選手がクープドプランタンで、女子シングルの三原舞依選手が PI フリースケーティング大会でそれぞれ優勝すると、ファンからは祝福の声が寄せられています。2人とも1月にエストニア・タリンで開催された四大陸選手権に出場しており、3度目の出場となる友野選手は男子シングルで銀メダルを獲得、4度目の出場となる三原選手は5シーズンぶりの優勝で金メダル獲得となっていました。18日からルクセンブルク・コッケルシュエールで開催されていたクープドプランタンに出場していた友野選手は、ショートプログラムで持ち前の表現の美しさを発揮するも、ジャンプでミスがあり、自己ベストを記録した四大陸選手権に及ばず、77.76 点に。それでも、ショートプログラムを1位で通過し、迎えたフリー。冒頭の4回転2回転のトーループを華麗に着氷させますが、その後のジャンプで転倒などがあり、150.24 点に。総合228.00 点で優勝にはなりましたが、課題も見つかった大会となっていました。友野選手は、疲れも残る中ですが、21日から開催の世界選手権にも出場することとなっており、4シーズン前の2018年大会ではクープドプランタンで総合2位となるも、直後の世界選手権では自己ベストを大きく更新する見事な演技で総合5位に。同じく日本勢として出場していた宇野昌磨選手の2位と合わせて上位2選手が7位となり、日本勢として翌年の埼玉で行われた世界選手権での出場枠3の獲得に貢献するなど大活躍となっていましたので、今回も大きな期待が寄せられています。代わって三原選手が出場していたのは神戸市立ポートアイランドスポーツセンターで19日から開催され、フリーのみで競われるアンリ・シャルパンティエ杯争奪 PI フリースケーティング大会。女子シングルの出場は三原選手含め3選手となっていましたが、その中でも特に輝き、見事優勝。大会後には、今季最終戦が無事、終了いたしました。いろんなことを経験したシーズンでしたが、サポートや応援してくださる皆様のおかげで、最後まで笑顔で過ごすことができました。感謝の思いでいっぱいです。来シーズンに向けて、新プログラムを滑り込んで練習していき、また、新しいチャレンジができるように頑張ります。4月からのアイスショーもとても楽しみですと、今シーズンの充実ぶりと今後への意欲を SNS で報告していました。そんな三原選手は所属するシスメックスから18日に配信されたスペシャルムービーに同じく所属の坂本花織選手と共に登場。2人の幼少期から現在に至るまでの映像となっており、ファンの間で話題となっていました。大会や状況は異なりますが、四大陸選手権で共に戦い、今シーズン素晴らしい活躍を見せてくれていた2人に対して、多くのファンからは SNS 上に祝福のメッセージが寄せられていました。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。